ペットは他の齧歯類と同様に、人が抱き上げたり、ケージに指を入れたりすると噛むことがあります。ペットを飼う前に、ジュンガーやシリアンハムスターが噛むかどうかを質問することで、その脅威が存在することを知っておく必要があります。どんな種類のネズミにも噛まれる可能性があります。では、どうすればハムスターを噛まないようにできるか、離乳させることができるか、そのためにまず攻撃的な行動の原因を見てみましょう。ハムスターがなぜ噛むのか、はっきりと答えるのは簡単ではありません。特に、動物の攻撃性には様々な理由があると思われるので、人からの威嚇、手から出る食べ物の匂い、誤操作に反応することもあります。ネズミが愛情を示しているだけの場合もあれば、接しを削っている場合もあります。ハムスターが噛む主な理由としては、コアフ、保護本能です女性の妊娠、ケージの近くで物音を立てると、ハムスターは大きな声や子供の乱暴な態度に怯え、動揺します。特に、新しい環境にまだ慣れていない場合は、注意が必要です。そのため、少なくとも2ミリ波ケージから出して、人や人の声に慣れさせてあげる必要があります。また、ハムスターが噛む理由として、保護本能が挙げられます。ケージに手を突っ込むことは、人間が動物のテリトリーを犯すことであり、脅威となる。メスのハムスターは妊娠中、かなり痛く噛む。この頃は変化に最も敏感で、水や餌を変えようとしただけでも噛まれてしまうことがあります。妊娠により攻撃的になったハムスターの場合、掃除や餌の交換はできるだけ頻度を少なくしてください。遊ぶのは一時的に避けるべきでしょう。ハムスターが噛むかどうかは、抱こうとした時にあまりに急な動きをすると噛まれることがあるので、聞かない方がいいです。鋭いジェスチャーや、ましてや大声を出すと、ハムスターは緊張して身構えてしまいます。ジャンガリークスでも、この可愛い動物たちは、飼い主と遊びたがると、いつもの行動を変えることがよくあります。手をつねられるに近い軽い噛みつきは、攻撃的なサインではなく、むしろ元気な証拠です。しかし、ゲーム中にかじる回数が増えたり、動きがナーバスになったりしたら、ハムスターが疲れて休憩が必要なことを示しています。比較的穏やかで小さなジュンガリンでも、時々痛そうに噛むのは、歯を削る必要があるという単純な理由からだ。ケージの棒から飼い主の手まで、視界に入るものすべてが研磨に使われる。ハムスターが人を噛むのをやめさせるために、果樹の枝や樹皮をあらかじめ煮沸消毒して、ケージの中に入れておきます。ペットに噛まれる危険性とは、ハムスターに噛まれたらどうすればいいのか、飼い主側はどのような反応をすればいいのか、わからない人が多いようです。まず、動物に向かって大声を出したり、腕を振り回したりしてはいけません。動物が気分を害し、その攻撃性を長く記憶してしまうからです。その結果、将来的に噛み合わせのリスクがさらに高まることになります。ペットの奇妙な行動に対して攻撃的な対応をするのではなく、原因を考えて対処するのが良いでしょう。ハムスターに噛まれると危険かどうかという問いに対する答えは曖昧です。一方、他の動物と接触していないネズミは、狂犬病を保有していない。しかし、危険なのは結核、リステリア症、トキソプラズマ症、特に妊婦には危険など、ハムスターや人間にも共通する他の病気である。明らかに病気の兆候があるペットが人を噛み、噛まれた部位に赤み、かゆみ、ヒリヒリ感があるときは、すぐに医師に連絡する必要があります。そうでなければ、罪はかなり重くなります。ハムスターが飼い主に感染するケースは非常に稀ですが、原則として患部への処置で十分です。小動物とのコミュニケーションは繊細でなければならない。そして、それに接する子どもたちにも納得してもらう。これらのルールを守ることで、ハムスターは攻撃的にならず、不必要なストレスを避けることができ、また飼い主も忍耐が報われます。